ございます。はい、ございます。はい、あの冒頭は私からございません。はい、はい、在日米軍の再編に関連しまして、はいはい、まあ、現地時間の6日に日米の審議官級の協議が、はい、まあ、行われましたが、はいはい、これに関して、はい、報告は大臣のところにはどういった。あ、まだございません。それについてはまだございません。まあ、一部報道でですね、はい、まあ、同じく再編問題に絡みまして、その本来海外に移転するとされていました海兵隊のうちの一部がですね、うん、日本国内の岩国基地にも移るのではないかというふうに報道されておりますが、この事実関係につきましては、岩国への移転という報道がありますけれども、日米間でそういう協議を行っているという事実はありません。協議はしていないですか。協議はしてません。はい、今後その協議のテーブルの上に乗ってくるという可能性も今の時点で分かりません。移転の詳細というのはですね、まさにこれからでありまして、先般も申し上げましたけども、まず米国側の事情も確かに予算教書の問題がありますから、まあ、その時点で方向性だけはですね出したいと思いますけれども、そういった詳細については時間をかけてですね、議論をしていく必要があるというふうに考えています。まあ、13日にアメリカの予算教書が出されるわけなんですけれども、はいはい、まあ、それに合わせて日本側でも何らかの発表があるのではないかと。これはもう日米両政府ともですね、同時期に発表しないといけないというふうに思って、連絡調整をしております。はい、これは13日にはこだわるのでしょうか、それより前倒しで。いや、ちょっとそれはまだ分かりません。もう少し前倒しになるかもしれませんし、まあ、今後数日以内といったところじゃないでしょうか。はい、各社いかがでしょうか。すいません、はい、岩国の関連なんですけれども、はい、考え方としてもともとのロードマップですと8000人が国外、まあ、グアムに行くということになっていたんですが、今後のその見直しの作業の中でも負担軽減の観点では国外に行くということが望ましいというふうに考えられますか。とにかく岩国の話は全く協議していませんので、その上で言うとですね、なんていうんですか、負担軽減という意味で国外という面と、もう一つはいわば全国で負担を分かち合うという意味と、両面あるのではないかというふうには思いますね、一般論として言えばですね。ただ私が最初のぶら下がりで申し上げたように、日米合意にもともとあるですね、沖縄に残る海兵隊1万人というのは変わらないと、ここをきちっと抑えながら、柔軟性を持って議論している。もう一つは最初からですね、普天間の移設先は辺野古であると、これは日米両政府とも強くコミットし続けるということを大前提に、その中で共にどうやったら抑止力を維持したまま沖縄の負担を軽減することができるのかということで、その中の柔軟性を持ってですね、議論をしているということであります。ですからその中で沖縄の負担のできるだけ早期の軽減の可能性というものを追求をしているということであります。大臣、はい、どうぞ。今日は日本時間の今日、明日の未明ですね、はい、TPP の、 日米事前協議第1回も始まりますけれども、アメリカ側からですね、自動車、牛肉、さまざまなですね、関心事項が寄せられていますが、大臣はこの協議について日本政府として改めてどのような姿勢で、臨むおつもりなのか改めて。アメリカはですね、ご存知のようにパブコメをして、また利害関係者からですね、さまざまな意見が出ていると、基本的には肯定的な意見が多いんですけど、ただ関税障壁、非関税障壁についてですね、いろんな注文がその中にありますので、やはり注意を要すると思うんですね。ですから当然、まず米国自体がですね、そういった中で何を求めてくるのかということをきちっと見極めてですね、私たちとしてどれが対応ができて対応できないのかと
ということについて、間違いのない対応をするということに尽きると思ってまして、まだですねアメリカ側から具体的にいろんなその中で調整をしているんだと思いますけれども、まあ自動車だなんだかんだってこう報道は先行してますけれども、まだ正式にですねこれを言いたいみたいなことはないんですね。ですからやっぱりまずそういったことを受けて私たちとしてどう考えるかということを考えていかないといけないというふうに思っています。はい、すみません、一部報道でですね、はい、野田総理訪米の際に、はい、日米安全保障共同宣言を発出するということで調整に入るという報道があるんですけど、それについての事実関係を。いや、まだそこまでですね、物事がですね進んでいるという状況ではございません。ただその日米関係、そして日米同盟の進化といったときにですね、どうしてもその普天間に光が当たる、焦点が当たるということでは私はいけないと思うんですね。日米同盟の進化っていうのは結局これから日米は宇宙であるとかサイバーであるとかですね、そういった問題についてどう対応していくのか、自衛隊と米軍がですねどういう役割と責任を分担していくのかですとかですね、そういったこともきちっとやっぱり考えていく必要が私はあると思ってます。私の外交演説にもですね注意深く読んでいただきたいんですけれども、日米同盟を普段にですね、検討していくんだという話もいたしましたけれども、やはりそういったことを常にそのよりその本質的な話をきちっとですね、していくというのは大事なことだというふうには思ってます。ただ経済の問題もある、あるいは文化の問題もある、そういった人的交流の問題もありますから、どういうふうになっていくかまだ予断を持ってですね申し上げる段階ではありません。はい、岩国の関係ですけど、先ほど協議はしていないとおっしゃいましたが、はい、これは米政府から打診も受けてないという理解でよろしいですか。いずれにして も全く協議していません。それと現在の岩国基地の現状なんですけど、すでに米軍再編でですね関西基地移転という大きな負担を受けようとしていますが、そのあたり大臣としてですね現在岩国基地の現状認識、いずれにしても、協議していませんので、今そのことについて申し上げるとですね、いろんな憶測を呼ぶのではないかとも思いますので差し控えたいと思います。委員会ですのでこれでよろしくお願いします。今の固定化につながるんじゃないかという指摘がありますか。これはですねよく本当に一緒に考えていただきたいと思うんですけれども、結局アメリカの議会の時計に合わせてですね、そのいつもその何月までにはその何をしなければならないという状態が本当に健全かと、そして沖縄の皆さんにとって良いのかと、私たちは沖縄の皆さんに丁寧に説明をして理解をいただきながら物事を進めていく、辺野古移設を進めていくということを言ってきたわけですよね。ですから私はそういった我々の考え方、事情、そういったものをきちっと反映できるようなものにしていかないといけないんじゃないかというふうに考えているということです。ありがとうございました。はい。